スーツさんの動画見ていますなんて、中身のない動画を作っていたこの女。直接交渉成功しました。宿の猫ちゃん。私が宿泊した民宿赤坂田は、赤坂田駅から歩いてすぐのところにあります。おかみさんに手を振る。赤坂田駅前には広いスペースがあって、コミュニティセンターなんかもありました。ここからの乗客は私を含めて2人のみ。お手洗いの方が立派なんじゃないかと言われる赤坂田駅。そろそろ列車が入ってくるのでホームに入るこたつ。花輪線8時9分発大館行きです。朝ごはん、昨晩宿に着いたのは夜の、10時頃でした。疲れ果てていたので盛岡駅構内のコンビニで大急ぎで買った夕食を食べていませんでした。それが朝食になりました。山に囲まれた集落を行きます。花輪線に乗るのは初めてのことです。朝出かける前におかみさんがくれたヤクルト、親切な方でした。カズノ花輪駅で7分の停車、かなりの乗客がおりました。さすが花輪線の代表駅。ベンチの色褪せ具合がなんとも可愛いです。花輪線の車両はキハ110、2両編成です。続いての駅はこちら、十和田南駅です。平坦な土地なのにスイッチバック駅。スイッチバックは急勾配を列車で登るためのはずのものですが、謎の十和田南駅、実は当駅から他方面へ路線計画があった名残らしいです。停車時間があるため2003年までは駅弁も販売されていたようですよ。左側の線路が十和田南駅に入るために通ってきた線路、右側の線路を進みます。川を渡ります。なんという川でしょうかね。大館駅にやってきました。こんなにたくさんの線路があります。 JR 貨物、いかにターミナル駅として重要な駅か分かりますよね。奥羽本線の列車、花輪線の列車が止まっています。大館は秋田県で有名な土地。最近はハチ公の記念館みたいのもできたようですよ。ハチ公神社、これは新しそうですね。ハチ公またいました。花輪線に乗ってから大館に来ると、いかに大館がこの辺りで大きな町なのかっていうのが分かりますね。大きな問題なんですけど、実は今晩泊まる宿もまだ決まっていません。なんせこの辺りは今の時期祭りラッシュなので、どこの宿もいっぱいで空いていないという、それなのに宿が決まっていないという大ピンチの状況です。大館の宿で直接交渉してみようと思います。スーツさんが泊まってた山田旅館はどこにあるのかな。大館は18切符にとって泊まりやすい駅だと思うんですね。秋田と青森のちょうど中間ぐらいの、駅なので。ここだ。直接交渉できるかな。直接交渉成功しました。無事に山田旅館に泊まれることになりました。いやー、よかった。山田旅館さんは大館で一番安いと聞いたのですごい助かります。次の列車まで少々時間があったので観光しました。大羽本線大館11時37分発です。乗りたいけど今日は
弘前駅に到着しました。今日の目的は弘前のねぷた祭りを見ることです。ねぷた祭りまで少し時間があるので街を歩きたいと思います。この土手町巡回バスで弘前ねぷた祭りの会場の方まで行きます。まあ、7時から ねぷた祭り始まるんですけど、スタートの場所が今いる場所かな、結構遠い場所なんで、ねぷたがやってくるまで時間がかかると思います。と柱のところがね、うまいこと空いてれば1人座れるんですよね。弘前ねぷた祭りが始まりました。ねぷた祭りは青森のイメージが強いと思いますが、弘前のねぷた祭りもとても伝統のあるお祭りです。青森のねぷた祭りに行ったことある私としては、青森は、すごい大きな企業のスポンサーがついているイメージです。それとは対照的に弘前のねぷた祭りは、地元の、自事会とかそういったところの集まりでねぷたを出しているようなイメージです。より地域に根ざしたお祭りと言えるでしょう。弘前駅前まで戻ってきました。8時55分発、大館駅大本線ですね、乗ります。50分過ぎましたね。すげえ。コンビニ寄りたいとこだけど、ひとまず我慢かな。喉が渇いた。冷たいお茶飲みたい。2番線間に合え。1番線じゃねえ。2番線よいしょよいしょよいしょ。53分、セーフだ。弘前またいつかね。弘前から大館までは列車で約40分です。ねぷた祭りを見て大館までやってきた人が私以外にも数人いました。この日は青森始発秋田行きの臨時特急ねぶた祭り号が走っていました。この列車は秋田に着くのが0時半で相当遅いですが、秋田まで乗る人はどのくらいいるんですかね。さて、スーツさんがかつて泊まった山田旅館、スーツさんの紹介動画をこの旅の1ヶ月前ほどに見ていたこたつはあることを思い出しました。確か旅館の方にスーツの動画を見たといえば何かもらえたような。そう、こちらの直筆メッセージです。先着何名かの分しか用意されていなかったと思いますが、いただくことができました。スーツさんがこの山田旅館で書いていかれたメッセージのようですよ。しかも特にお願いしたわけではありませんが、スーツさんが宿泊した、部屋にこたつも宿泊させてもらえることになっていました。今回の旅、特別スーツさんの聖地巡礼をしようとは思っていませんでした。 YouTube を面白いと思うきっかけにもなったスーツさんの動画、好きなものを貫いていたら自然につながったというこの感覚が非常に嬉しかったことを今でも覚えています。最後に山田旅館に泊まれることになった時のこたつの言葉をお見せします。どうぞ。山田旅館のこともスーツさんの動画がなければ知らなかったと思うし、こうやって直接聞いてみようっていうのは思わなかったと思います。ありがとうございますスーツさん。そうやって、これまでもスーツさんの動画すごい何度も参考にさせてもらったことがあって、特にヨーロッパの旅行旅の動画をスーツさんが上げてたと思うんですけど、その動画を見て、ヨーロッパ私も行ってみようと思って実際行きましたからね。全部スーツさんの工程で行ったわけじゃないですけど、すごく参考にさせてもらいました。よいしょ。これからもこたつらしい動画をたくさん上げていきます。この動画が面白いと思った方、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた。